スペースビズ編集長の太田です。私の世界一周体験談は宇宙の前に世界を知ろうということで、日本にいながら世界観を広げるきっかけになれば幸いです。今回はカナダのトロントでの大豪邸カサロマの写真です。こちら出てると思いますね。で、皆さん、この写真はカナダのお城なんですけども、こんな大豪邸見たことありますか？まあ、私も非常にこうびっくりした感じですね。ちょっと写真では僕がねちょっと前面に写っちゃって、外観の一部しか写ってないと思うんですけどね。で、1911年から完成までに300人ほどの職人が3年以上の歳月と350万ドルの費用をかけているんですよね。で、なんとですね、豪華な部屋が98個もあって、地下通路や隠し扉もあるんですよね。で、今まで多くの映画の舞台にもなっていて、まあ、私が訪問した日は高級車フェラーリが貸し切っていたんです。まあ、フェラーリがですね、こうお城を全部貸し切って、まあ、なんかフェラーリの新車とかですね、そういったのを並べて、で、多分まあアメリカとかカナダの VIP を呼んで商談してるとかパーティーをしてるとか、まあ、そんな感じでやっておりました。まあ、そういう活用の仕方がやっぱあるんですよね。まあ、そんなこんなのね、まあ、巨万の富を築いたオーナーなんですけども、10年ぐらいで破産してしまったんですよね。で、なぜこう破産したかというと、まあ、もともとこうナイアガラの滝で、まあ、その関係でこう電力をまあ、出す仕組みみたいなのを作った方だったんですけども、まあ、それをですね、一般の民間企業ではなくて国家がやることになってしまったんですよね、電力事業。それで最終的には残念ながら破産してしまったっていうケースになります。で、やはり、まあ、いろんなね時代がこう変わっていく中で、まあ、変化に、まあ、対応できる方が、まあ、最後は、まあ、仕事でも勝利するのかなっていうふうにちょっと思いましたね。まあ、皆さんにとっても、まあ、ご参考になれば幸いですかね。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。上にマーク出てお願いします。